またあんた相手にこんな。いや違う、ごめん、悪いのは私なんだけど、私が気にするのよ。あ、それよそれ。私も昨日はなんだか気疲れしちゃって、なんかもう何も考えずに寝ちゃって、いやそれ私のセリフだから、私のせいでしょこれは、どう考えても。だとしても元凶は私の寝相にあるわけだし、誰彼構わず抱きつくとかおかしいでしょ。いやでも新しい部屋が使えるようになるまであんたに私の寝相の悪さを我慢させるのって、なんかなんか違わない？けどさ、このモヤモヤを抱えたまま登校か。通学路を無視して錦単線で思い切り飛ばしていこうかしら。冗談よ、半分は。でどうする？着替えるの。どっちが先に着替えてどっちが外へ出る？純一くん、準備できた？純一くん、問題なくてでしょ？では、そうね、軽い順に離陸して全機合流したら学園へ向かいましょう。はーい。なんでもいいですよ。ナビの指示通り航路をまっすぐ陸園へ向かうだけなのだけれど、機種もバラバラだし練習もしていないから編隊を組むというわけにはいかないけれど、広沢さん、私の左後方につける？純一君はその横、右後方に。上総さんは最後尾をお願い。はい、私は勝手についていくのでどうぞ。みんなで編隊飛行なんて綺麗に揃ったら楽しそうね。朝からやるもんじゃないですよ。あれ結構神経使うから疲れるだけだ。あら、そのあたりも経験ありなのかしら、勝田さんは。
ごめんなさい。サイコが宝石でもう寝てるから暇でつい。あの子飛行機酔いするから寝ちゃうのよ。花島小王学園専用滑走路直通コース合流地点です。珍しい機体が飛んでいれば近づいてみたくなる。そういうものでしょ、人って。ついてからの方が心配かしら。着陸してすぐ大勢に囲まれるなんてことはないと思いたいけれども。まもなく花島小王学園専用滑走路進入コースです。順番を守り安全操縦で着陸しましょう。
じゃあちょうど佐々木さんの隣が空いているからそこを使って。ああ偶然だね、同じ名字だし。ではあとはよろしく。朝礼は以上です。起立。礼。佐々木くん、ちょっとお話。ここじゃなんだから外で。早く来て。ってなんで同じクラスになるのよ。どうすんのよ万が一。ああ仕方ないわね。こっち。あのさ、クラスで余計なこと喋らないでよ。それだけならまだしも。そのあんただってあらぬ噂を立てられたり教師に呼び出されたりしたら迷惑でしょ。けど何よ。それはまあそう、それぐらいは仕方ないか。それに何よ。来ましたよ。あかね。カズサと佐々木くんは知り合い同士なんだとみんなに説明しておきました。名字が同じなのはあくまで偶然だと。ありがとう、助かる。あ、佐々木くん、申し遅れました。私は天吹茜と言います。上総とは以前からの友人で今は同じクラスです。はい、ついでに言うと上総ともそのややこしいことになった件は昨夜のうちに聞いていますので。ややこしい以外の何者でもないでしょうが。なのでその件については私の前では無理に隠し立てしないで大丈夫です。でそのあたりの事情はぼかしてクラスのみんなにはただの知り合いだと話したんですが、兄弟でも夫婦でもないとも念を押しておきました。それでよかったですよね。当たり前でしょ。呼びに来たんです。スカイウォーナイツは君を歓迎するよ。黒竜同好会で共に伝説の星にならないか。平星スターズにはあなたの期待が必要なの。佐々木くんにはぜひ我が X プレーンズ研究部に。神殿のような希少な期待は我が部にこそふさわしい。
もう、ちょっとあんたたち、少しは空気読みなさいよ。こいつまだ転入初日なんだから、右も左もわかんないのよ。なのにどんな部活か見学もさせずに迫ったって決められるわけないでしょうが。それに申し訳ありませんが、競技空戦部がすでに交渉中です。お話はそれが不調に終わってからにしていただけますか。なんだと？ずるいぞ！同じクラスになったのも何かの縁と思い、午前中から勧誘させていただいているんです。早い者勝ち、先着順とまでは言いませんが、彼がじっくり考えて慎重に選ぶまで私は待つつもりです。皆さんも勧誘されるのは結構ですが、ろくな説明もなしに彼の貴重な休み時間を奪うのはいかがなものでしょう。本戦出場の常連だからって偉そうに。それは関係ありません。はい、とにかく解散。クラスのみんなにも迷惑なのよ、そんな風に押しかけられちゃう。わかったよ、また放課後。来るなっつってんでしょうが。腹が立ったから口を挟んだだけだし、あの手の無神経に人を囲む連中は囲まれる側がどんな気持ちかなんて考えもしないんだから。ああ、競技空戦部が勧誘というのはお分かりでしょうけれど。ええ、まあご迷惑でなければまま本当の話として受け取っていただいても構わないのですが。競技空戦部って茜が所属してる部なのよ。そうなんです。主な活動はフェアリーファイト。さっきまで押しかけてきてた連中なんかよりもよっぽど真面目に取り組んでる部よ。そう評してくれるのならカズサにも入部してほしいところですけれど。ほら、私は分かってます。無理強いはしません。佐々木くんにも。それにまあカズさんに褒めてもらえるほど実績があるわけでもないですし、校内予選ではまず順当に勝利できますけれど、本戦ではなかなか。初戦敗退というのもザラですから。本戦はレベル違うんだから仕方ないんじゃない。遊び半分でやってるそこらの部とは違う連中ばかり集まるんだし。我が校もかつては名門と言われた上昇の学園だったんですけれどね。そういえば黄金期には神殿のりもいたとか。秋子スペシャルだっけ。こいつの期待それよ。あの伝説の通りで勧誘合戦がヒートアップしていたのもそれが一因ですか。でしょ。あの日私はあんたと同着だったわ。あれは神殿だからじゃなくて乗り手があんただったから。そうに決まってるでしょ。茜聞いてよ、こいつちょっとしたアクシデントでパニックになって、そこから手動高校で戻ったの。パニックから立ち直って瞬時にですか。なら本気で彼を勧誘したくなります。ふろっとしてるけど根性はあると思うわ。ただ FF に関しては考える時間が欲しいと思うのよ。
ちょっと、何口挟んでるのよ。そうでしたか。なるほど。カズさんがあなたに気を許している理由が、なんとなくわかりました。なんかないってば。そうですか。そうでもなければ、例の件、私にはにわかに信じられないもので。それは金庫でしょ。今だって彼が困っていると見るや、後先考えずに口を挟んだじゃないですか。それはだって、あいつら無神経なんだもの。まるで神殿だけが目当てみたいな口ぶりでさ。で、普通に礼を言われるようなことじゃないわよ。何言い出すのよあんたは。そうなんです、カズサはいい子なんです。あとはもう少し素直になってくれれば完璧だ。アカネも何言い出してるのよ。生徒会よりお呼び出し申し上げます。げ、会長。2年1組の佐々木純一くん。2年1組の佐々木純一くん。よろしければ生徒会室までお越しください。別にいいわよ、学食へ行くついでだし。会長もまだ校内の構造も知らないやつを呼び出すなんて何考えてるのよ。にしても、わざわざ生徒会室へ呼び出されるなんて、あんた何したの。先ほどの放送だけでは何とも分かりませんが、何しろあの陣の会長がやることですからね。どうせろくでもないことよ。神殿でアクロバット飛行をしろとか言い出しかねない。おとといだって似たようなもんでしょ。はい、ここよ、到着。なんかここで別れて一人で行かせるのも心配なんだけど。カズさ、それは思考がすでに保護者のそれですよ。やめてよ、兄弟とか夫婦ネタの次はママ扱い。まあそうなんだけどさ、見捨てるようで気分悪いのよ。カズさ、ここはひとまず先に学食へ向かって、時間があれば彼と合流するのが良いのでは。そうね、話が早く済んだら連絡よこしなさいよ。はいはい、じゃあ健闘を祈るわ。また後で。ああ、どうぞ入って。ようこそ。で、何かあったの？ちょっと疲れているようだから。あ、適当に座って。ひょっとして航空系の各部が早速勧誘に押しかけてきたとか？
だとしたら遅かったかしら。いえ、私がもっと早く呼び出しておけばここへ避難できたでしょ。今朝登校中にも注目を浴びていたから、多分そんなことになるんじゃないかとは考えたのだけれど。そういう意図もなくはないけれど、もうどこかへ入部すると決めてしまった。それならよかったわ。わざわざ来てもらった甲斐もある。どうせろくでもないことよ。神殿でアクロバット飛行をしろとか言い出しかねない。おとといのエアレースね、どう思った？やってみて率直な感想は？あの時も軽く様子は聞いたけれど。それだけ？二度とやりたくない？そう。アキコさんの名目を気にしてるの？確かにあの人らしい仕打ちだわ。想像できる。本格的にやってみない？フェアリーファイト。だからフェアリーファイト。いいえ、私部活には所属していないわ。これは個人的なお誘い。近々校内予選が行われるのは知ってる？その校内予選に私も一つチームを結成して参加しようかと考えているの。最低限のルールやレギュレーションさえ守っていれば、団体だろうと個人だろうと参加可能よ。空の上では出自を問わず、ただ実力のみが尊重される。それがフェアリーファイトの理念でもあるし、私も素人よ。フェアリーファイトは初めて。でも今年の本戦は鳴音。この学区にある島が会場に指定されているの。だから我が校も主催校の一つになっていてね、何かと運営のお手伝いをすることになっているから、今はいろいろと勉強中なの。ただ見ているだけとか、言われた作業を手伝うだけよりは参加した方が面白そうだと思わない？パイロット養成のため広く門戸を開くという建前で続いている大会なのだから、来るものは拒まずでしょ。昔は優勝校は全国的にも一躍有名になるから、学園の看板を背負ってなんて重い意識もあったようだけど、今の時代はもうサークル活動のノリで気楽に参加できるお祭りよ。アキコさんのお孫さんにしては保守的な考え？女とか男とか古風な捉え方よ。昔は女性の地位向上とか男性と対等に渡り合える競技なんていうお題目もあったそうだけれど、フェアリーという言葉の響きから連想するのは無理ないけれど、今では競技人口の比率で
女子が多いというだけよ。男性が出てはいけないなんて規則はないし、実際に男女混合チームや男性だけのチームだってあるわ。あるにはあるわ。でもまずはあなたに参加してもらえないと、そもそも話がつまずきそう。心配しなくても、ユリジーはしないわよ。断られても恨んだりしません。今の FF は5期10人ルール。1チームにつき最大5期、最大10人までという制限があるわ。だからまあできれば5期は集めたいのが理想なのだけれど、それと私の百式指定ね、サイコも流星で参加してもらってというのも考えたけれど、そこはまだ保留。サイコ整備は得意だけど操縦は苦手だから。例えばうちの学園の競技空戦部なんかは、部が保有している機体で全員揃えるのだけれどね、さすがにそれは無理だから、機体を持ち寄ってもらうことまでお願いしなければいけなくてね。プロリーグと違って学生はスポンサーを募るのも禁止だしね。そもそも部の機体でなんて面白くないじゃない。それでも燃料や模擬弾は協会へ申請すれば無料で支給されるけれど、私の百式指定はまだ自家用機仕様だから、サイコに依頼して近々改装してもらうつもり。サイコに聞いたら時間と手間はそうかからないみたいね。費用だけはそれなりにかかるけれど、どうにもならない額ではないし、その点神殿はあなたの気持ち一つでしょ。今ここで結論を出せとは言わないわ。ただ胸に留めておいてほしかったの。どこかの部にでも入られてしまっていたら、こちらにはもう誘えないでしょうし、だからそうね、来月初旬には校内予選を開始しないといけないから、それまでに練習や調整の期間を考えると、今週中か来週にでもお返事をもらえると嬉しいのだけれど、よく考えてみてね。お願いよ。何かしら？スリーサイズは秘密だけれど、どうしても聞きたいというのなら、あったのね。まあ誰しも一度や二度は通る道だから、むしろ怖い思いをしていない人の方が危険。突然の状況に対応できないから。純一君はあのパニック状況から復帰したの。それをできたのは胸を張れることよ。エアレースをやるまでは楽しかったの？返事楽しみにしているわ。お食事の時間がなくなるわね。
おお、なんだ純一くんか。よかったね、不幸にも衝突しなくて。急いでたっていうか、嬉しくて飛んでただけ。っていうか、いつもこんな調子だよ、私。なに、夜中鳴らしちゃって。あ、ひょっとして、お昼まだなの？そうなんだ。あ、でもこの時間だと思う。学食はそろそろどのメニューも売り切れるんじゃないかな。ちゃん、なんだって？あー、やっぱりね。コンビニも、もうこの時間だとほとんど品切れだろうね。購買は、私が買い占めてきたこれが本日の売れ残り全部。よかったら分けてあげようか。いいよいいよ、どうせ何日か分まとめて買ったんだし、明日また調達できればいいから、好きなの取っていいよ。えへへ、それだとこっちも助かるよ。本当はおごってあげるとか言ってみたいところだけど。そうだ、せっかくだし一緒に食べる？じゃあ行こう。天気もいいから今日は外で。うん、みんなの期待を見ながら食べられるからね、ここ。どうぞ、私もいただきます。にしても、あ、おいしい。純一くん、あんなところで何してたの？お昼も買わずに。何よりまずはもっともっとうまく乗りこなしてあげないと。そう、そうなんだよ。ずっとね、コツ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 お金を貯めてね、やっと買えたんだ。バイト先でね、あのパーツショップなんだけど、そこにいたんだよ、あの子。冷静でバイトを始めて、お金が貯まるまで売らないでくださいってお願いしてね。この前やーっと本体だけは買えたから、あとはサイコさんに相談してね、とりあえず飛べるようにしてもらって。純一くんの神殿と出会った日がレストアも終わって念願の初飛行だったんだよ。ここからね、よく見てたんだ、他の人が乗ってる機体。ほら、あそこと、あそこ、あ
っちにもいるでしょ、冷戦。ずっといいなーって思いながら見てたんだ。私もあんな風に早く冷戦で通学したいって。ん？期待？あはは、格安リースの赤トンボ。あの子はあの子でいい子だったけどね。私にとってはやっぱり冷戦が一番だから。もう大変だったんだよ。ずっとお年玉やお小遣いも貯めてバイトもして、お昼ご飯とかおしゃれとかも節約してたんだよ。できるのって嬉しいでしょ。だからみまりちゃんのスピットが仕上がるの私も楽しみなんだよ。ああ、うん、ほらこれからも維持費とかかかるでしょ。だから売れ残りをまとめて安く譲ってもらってたの。これからも続けようと思って。えへへ、頑張ってました。不自由はそんなにないかな。だって冷戦が好きだから。うん、好きって気持ちがどんどん膨らんでいって、そのうち飛行機全部好きになったけどね。それでも冷戦が一番かな。えへへ、秘密。うん、誰にでも秘密はあるから。こればかりはちょっとね、恥ずかしくって言えないかな。大切な思い出があって、それがきっかけなんだ。でも恥ずかしいから教えてあげません。神殿になろうと思ったの？わかる！私もそう！なんかね、この前までは冷戦を買うことだけに一生懸命で、その後のことなんて全然考えてなかったんだけど、今はね、自分の手で動かすのがすっごく楽しいんだ！せっかく乗ったんだし！忘れてた。